疲れ様でした。CM 撮影、今日、まあ、朝からだったんですけど、はい、いかがでした？氷の上での CM 撮影、僕はフィギュアスケーターということなので、今までずっと氷の上で戦ってきたんですけど、氷の上での CM 撮影は今回が初めてだったので、自分が慣れた環境ではあったので、すごくこう楽しくできました。今日撮影されて、まあ、得点をつけるなら、はい、何点ぐらいが、いや、もう120点満点だと思います。自分の今出せる力を全て出し切った素晴らしい演技になっていると思います。で、今回はこのフライパンの仕事ということなんですけど、ご自身でご料理とかはあの時々家に帰って、奥さんなど子供に料理を振る舞ったりするのが結構好きで、時々してます。得意料理とか、以前はスパゲッティを作ったりだとか、ちょっとなんかカフェ飯みたいなのを作ってみたりだとか、もう中華作ってみたりだとか、こうその時々によって違うんですけど、子供たちとか奥さんのリクエストを聞いて作ってます。なんかこう料理する時のこだわりみたいな、基本的にあまり大さじ1杯とか計算せずに、男料理じゃないですけど結構大雑把に、でもすごくこう料理してる時って集中できるというか、次のことを考えないといけないので、なんかこうすごく頭の働きにもいいかなっていう感じがして、すごく好きです。今回このスベールフライパンということなんですけど、はい、ちょっと失礼な話なんですけど、最近ちょっとご自身で、はい、滑ってしまったみたいなことってありますか？そう、いやでも僕今も関西でよく番組に出させていただくことが多いんですけど、やっぱちょっと滑る状態が続きまして、日常会話とやはりそのスタジオトークの違いというか、まあ、そういう違いを感じながら、よくスタジオトークの方で、まあ、滑ってるなっていう感じはありますね。今日は最高でした。ちょっとちょっとプライベートの話とかをさせていただきたいんですけど、はい、今お子さんが5歳と3歳、はい、まあ、一番可愛いところで、子育てしててこう大変だなと思うことがあるんですか？はい、上の子がもうかなり喋れるようになったので、僕たちが喋ってることを全て理解できるので、前までは結構大声でなんか、ちょっとそんな悪いことは言ってないです、決して、ご近所さんのお話したりだとかするんですけど、あんまりもう子供の前で大きい話もできひんなと思って、そういうのがちょっと話しづらくなったなっていうのと、あとは自分がその、まあ、長男にこう軽く注意したつもりだったんですけど、長男はすごい嫌だったみたいで、急に泣き出したりだとか、なんかどういうふうにこう教育もしていかないといけないし、でもこう甘やかしてばっかりでもいけないし、言葉がけっていうのがすごく難しいなっていう今風に思うのと、下の子は今結構いやいや時期に入って、何してもいやいやっていう感じなので、もうそっとしてます。お父さんとして結構怒るタイプですか？はい、僕はそうですね、家ではものすごく褒めてあげて、外では結構叱っちゃいますね。うん、あんまり外でこう褒めるよりも、なんか家の中で褒めて外で叱った方がなんか自分の中いいかなって、こう叱ってるところをこう見せるじゃないですけど、の方が子供にも効くかなと思って、はい。そうで、5歳も可愛い盛りですもんね。はい。で、ご家庭もあると思うんですけど、最高お友達とか、まあ、今芸能界にも活躍されてると思うんですが、はい、そういう芸能人のお友達とかも遊びに行ったりすることってあったりしますか？芸能人の方の友達はもうほとんどいないですね。以前今もすごく仲良くさせていただいているのは、番組のロケでご一緒したリリコさんはご飯などもこう連れて
いただいたりしてすごく仲良くさせていただいてるんですけど、あまりそれ以外の方と、僕自身大阪に住んでるのでそこまであまり交流もなくて、なんかお友達できたらいいなと思ってます。結構こうフィギュアスケーターの方とかも友達が多い、はい、もうほとんどそうですね、それこそ真央ちゃんとかみんなでも食事に行ったりしますし、僕の、奥さんとか子供ともすごくみんな仲良くしてもらってるので家族で出かけることも多いですね。家族ぐるみですね。はい、この先日2月4日バレンタインデー、はい、それのお姉さんはちょっとホワイトデーとかしてるんですけど、はい、バレンタインデーなんか奥さんから何かもらわれました？以前ゴリラチョコっていうのをいただいたんですよ。あ、もらったんですよ、嫁から。で、それが僕すごい気に入ってて、去年もそのゴリラチョコが欲しかったんですけど人気で去年売り切れてしまって、で今年もゴリラチョコは売り切れてしまったんですけど、まあ猿年ということなんかわからないですけどチンパンジーチョコを今年はいただいて、その写真をちょっとモノマネしてこうネットに上げたりして楽しんでました。はい、私なんか奥さんの一番こう好きな手料理とかってこのメニューが一番好き。僕その話をいつも、嫁とするんですよ。どれも美味しいんで、どれがその奥さんの一番好きな手料理って言ったらいいって言ったら、じゃあもう僕パンケーキ好きなんでパンケーキでいいんじゃないって言ってたんでパンケーキです。はい、そうですね、小田さんもかなりスイーツ好きとしては有名だ。はい、甘いもの大好きですね。ちなみになんかもう逆に教えてほしいんですけど、はい、今こう一番注目のこうスイーツとかってあったでしょうか？はい、今一番注目のスイーツ、ああそうですね、なんだろう、今はやっぱいちごがたくさんあるのでいろんなお店でそのいちごフェアっていうのをやってるので、いちごビュッフェとかホテルのバイキングとか、まあ、そういうところちょっと狙ってますね。いちごを攻めてます。はい、ちょっとフィギュアスケートに関してもお伺いしたいんですけど、はい、先ほどこのママさんとかと一緒に、はい、一番仲良い子、真央さん。そうです、浅田選手もすごく仲良くさせてもらっていますし、羽生選手とかも、羽生選手はカナダで練習してるのでなかなか会えないんですけど、アイスショーとか、あとは日頃だとこう LINE の交換をしたりだとかしてこう交流を楽しんでます。今も最近も LINE を結構、はい、しますね。はい、結構スタンプとかも使ったりするんですか？スタンプ使えますね。はい、スタンプ使えます。結構その選手、他の選手とかもいろいろ交流は今もあります。まあほとんどの選手は大体みんなこうグループでつながってるので、まあ、そこでみんなでこう交流したり、はい、してます。今日夜のたびに、あ、そうですね、はい、もうすぐこの親の時は3月、はい、その後が世界選手、はい、今はドルフ小田さんが一番注目している選手とかっていらっしゃいますかね。はい、そうですね、女子だとやはり、僕と同じ関西大学で練習している宮原さと子選手は本当にこれから日本を背負っていく若きエースだと思いますし、僕自身非常に注目してます。男子は宇野昌磨選手も今年シニア1年目で素晴らしい成績を残しているので、表現力も非常に豊かな選手ですし、彼も注目の一人だと思います。すみません、いろいろお伺いします。ありがとうございます。正直今日ちょっと CM 作成した、はい、感想ちょっともう一度お伺いできれば。はい、もう本当にすごく楽しく、自分のいいところがもうたくさんギュッと詰まった素晴らしいコマーシャルになってるんじゃないかなと。スケートっていう部分もそうですし、また少しコミカルな部分もあったりして、皆さんに絶対喜んでいただけるようなそんなコマーシャルになってると思います。すごく僕自身も今回撮影してとても楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。今回こう目玉焼きの企画を、はい、はい、はい、やりました。はい、最初この目玉焼きかぶるって言われた時、はい、どうでした？いや、僕初めて見た時はなんて面白いことを考えて
くださったんだろうと、もうまさにこう自分がこうやっぱアスリートなのでこうイメージトレーニングが大事なんですよね。まずパッて見た時にこう目玉焼きでこう滑ってる自分がスッと入ってきたんですよね。あ、だから今回はもう絶対いけるなと思って、ただやはりその目玉焼きをかぶって滑るので、まあ、大きさであったりとかバランスを取るのは少し難しかったんですけど、でも滑っていてとても楽しかったので、出来上がりがどうなってるのかすごく今から楽しみですね。餃子もやられましたけど、はい、目玉焼きと餃子と自分はどっちが似てるの？僕目玉焼きか餃子で言われると餃子の方が好きなんですよね。食べる方としては餃子の方が好きなので、餃子も非常に捨てがたいんですけど、餃子はちょっとはかぶってると周りでスタッフの方が何言ってるのか全然聞こえないんですよね。もう耳が完璧に塞がってるので、まあ、なんかそういった点ではやっぱちょっと目玉焼きの方が、はい、良かったかなと思います。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。頭が割れそう。お願いします。セラフィット。え？耳どこ？餃子も滑るよ。